森永本勝です。最近 YouTube で炎上してません？靴ひもをスタッフさんに結ばせてたって本当なんですか？本当ですね。あ、これ本当なんですか？皆さんこんにちは、井上雅宏です。はい、どうもー、三中本勝です。よろしくお願いします。井上さん、お久しぶりです。なんかベルトつけてますよね。仮面ライダーアギトですよ。この間だったの歌手さん出てたんで、あ、はいはいはい、今回もそれをつけてきたんですよ。あ、なるほど。じゃあ歌手さん派。いや、歌手さん派とかじゃないですか。どんだけ後ろ伸ばしたんですか。後ろ見してやべえな、それ。これ見てこれ、何何これ、結束バンドで。うわー、これヒーローのベルトじゃないよ、こんなんしたら。実は今僕も特撮を作ろうとしてるんですよ。え、企画バッティングじゃないですか。いや、だから僕やめてください、ちょっと。いや、井上さんが作ってたのは最初は知らなくて、はい、で、さんちゃんも作ってるんだよねって言って先輩から言われて。どんな特撮作るんですか。ちょっとこちら、あ、企画書があるんですか。企画書持ってきたんで、いやいや、ちょっと井上さんに目通してもらうことできます。いいですか、やった。ちょっとこれはもう新ヒーロー企画書。すごいな、新ヒーロー企画書。これは何、実際作ろうと思ったのはやっぱり特撮が好きだから。特撮が好きで、もちろん仮面ライダーとかウルトラマンがあっての特撮芸人なんですけど、はい、井上さんと一緒で自分自身の作品をやっぱ作らないとダメだなっていうので。ちなみにこれうまくいってるんですか。いろいろあって、はい、ちょっと今止まってますね。なかなかでも難しいですからね、やっぱこう企画して肉付けしていくのは。これサンちゃんのプロフィールあるってことは、これサンちゃんが主役のヒーロー。一応まあ僕が作ってるので。そんなでかいのに。特撮でも太ってるキレンジャー的な。あれはレッドがいて、レッドが閉まってるからなんか黄色は でかくてもいいかなみたいなところあるでしょ。何ですか、ヒーローの特殊能力武器で。ツッコミギレードって何。まあ一応その下にあるんですけど、なんかポケブラスター、ポケブラスター、ポケブラスターこうバーンって銃撃ったらモノボケのアイテムが出てきて、それを使って怪人がモノボケすると、それで滑ったらなんでやねんって言って切れるみたいな。あー、ツッコミギレードって技じゃない。ツッコミギレードじゃないです、剣ですね。井上さんに純粋に見てこう面白そうかどうかっていうのをまずこう評価していただきたいっていうのがありまして。あー、面白そうかどうか、はい、わかんないですね。いや、ちょっと、こんなに、なんか、僕ね、周りからも言われるんですよ。そうですよ、そうですよ。それこそね、一緒に今動いてくれてるプロデューサーの人とかからも、何これ、サンちゃん主役とか誰も見ないよとか。めちゃめちゃ周りから辛辣な意見もらってるんですか。いや、本当にめっちゃ言われてる。いや、もっとイケメン使えよとか、サンちゃんじゃ無理だよとか、サンちゃんヒーローできると思ってんのぐらいまで言われて、向こうもこの結果動いてるんですけど、紆余曲折あってちょっと今ちょっと止まってる状態なんですよ。まだ出演枠っていうのを追ってたりします。ほんと何でもいいです、もう本当に。サンちゃんがピンクの特撮出演するかどうか。はい、ダメです。え、最近 YouTube で炎上してません？皆さん、ちょっとやめます。ちょっと、ヒーローやるんで、あんまりマイナスなイメージ。え、マイナスなイメージしか今ない状態なんじゃないですか？で、176万回再生。実は、サンちゃんがめちゃイケをクビになった真相。もう、サンナカって調べたら一番上出てきますよ。イメージが、僕もピンクの特撮悪くしたくないんで、ちょっとなんか、まあ見てみましょう。やっとしょ。一般人にタメ口で話しかけるというサンナカの行為、これどんな感じで話しかけに行ったんですか。番組めっちゃいけないの企画だったんですよ。はいはいはい。岡村さんと武田真嗣さんと僕と3人で、まあ、その当時誰も彼女がいなかったと、この3人、はい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 、そのモテないめっちゃイケメンバー3人が街に繰り出して誰が一番早くナンパできるかみたいな企画だったんですよ。やっぱ僕自身もその時素人でずっとテレビ出てたんですけど、はい、ちょっとこのタイミングでキャラクターを変えれたらいいなっていうのもどう変えたかったんですか。喋れる
っていうところを見せたかったんですよ。今でも全然喋れるじゃないですか。今はそうです。今はもう芸人になって、はい、少しはこうねちょっと喋らせてもらえるようになったんですけど、はいはいはい、その当時はやっぱりめちゃイケメンバーを前にその緊張しちゃって、うん、やっぱ全然喋れなくて、はい、でその時は僕一人でロケだったんで、うん、ここはチャンスだと自分を変えれる見せれるチャンスだと思って、どう今あの時間あったらお茶でも行かへん、どう一緒に行こうよみたいな。ああなるほどなるほど。女性とかも、え、はい、サンちゃんってこんな感じなんですかみたいな感じだったんですけど、やっぱそれを見てて岡村さんはいくらやっぱ企画でも一般の人に対してテレビに出る人は、うん、やっぱその一歩を引いてやっぱこう、ちゃんと接しちゃダメだよっていう。なるほど。やっぱだから岡村さんが言うことはもう本当に間違いなくて、はいはい、自分を変えたいって、よく見せたいっていうエゴが走りすぎて、うん、じゃあやっぱりこう当時ちょっと人気が上がってきてもう俺のことを知らねえ人日本にはいねえぜみたいな状態で、俺と一緒にお茶できるけど行くよね、あ行こうっていうみたいな感じのノリだったんですか。ノリですね。完全に調子乗ってるじゃないですか。いや本当にもうあのグーの根も出ないほどのもう本性論です。あ、やば。靴紐をスタッフさんに結ばせてたって出てるけど本当なんですか。本当ですね。あ、これ本当なんですね。いや、めちゃイケメンバーの男子メンバー全員で大縄跳びを130回跳ばないといけなくなったんですよ。あー、まあ大変ですね。で、まあそれでも80回とかもう結構一番僕が失敗すること多かったんです。やっぱりその足引っ張ってて、うん、でもあまりにも疲れすぎて、はいはいはい、そこで失敗した時にすいませんすいませんでしたとかっていうのを言えなくて、もうそれぐらいもう追い詰められていて、はい、ちょっと一旦休憩入りますっていうタイミングでもう僕その場でもうバターンってこう倒れたんですよ。その時にスタッフさんが来てくれて、もうさんちゃんってもういつもだらしないんだからっていうので結んでくれたんですよ、うん、でその時にも僕はありがとうございますっていうのは言えなくて、あまりにも疲れすぎていて、もうそれは本当に僕のせいです。だから僕が本当に悪いです。本当に。でそれをやっぱこう岡村さんがダメなんじゃないのっていうところをご指摘をいただいたっていう内容ですね。なるほどなるほど。じゃあ大縄跳びで足を引っ張った挙句にあのフォローしてもらったスタッフさんにありがとう言わなかったっていう感じですね。そういう最低人間ですね。あ、なるほど。合ってますねこれ。もう直球ですね、はい、いやどんなに疲れてもそこは言った方がいいんじゃないですか。はい。まあさんちゃん僕はそんなに悪いイメージないんですけど、ただあの僕が作るそのピンクの特撮の番組スタッフさんとか AD さんとかに靴ひも結んでとかってやられたらもうちょっと目も当てられなくなっちゃうんで、今僕バイトみたいな形なんですけど、はいはいはい、AD を今やってるんですよ。 AD やってるんですか。はい。出役ではなく、出役ではなく自分自身 その一番の失敗の火種っていうのが、うん、やっぱりその AD さんとかに対してちょっと雑な扱いをしてしまったりとか、そうですね、それからが炎上の元みたいですから、自分自身をやっぱり変えるためにも AD をやっていて、で一応これやってるっていうことは岡村さんにも報告させてもらって、その岡村さんにも今あの当時反省して、はい、今AD をやらせてもらってますっていう。それはすごいですね。それは一番やっぱ自分への戒めとしてやっぱり視野も広がりますし、はい、今本当に自分自身を変えようと、もう変える努力を必死でしていて、すごいですね、本当に身も心も変身できたらなって思ってるんですよ。まあ2年あった前からしてみたらまあちょっと若干体でかくなってますけどね。ある意味するって言ってるのにある意味変身しちゃってじゃあ分かりました。とりあえずゲームをしましょう。うん、歌手さんの時とかもやってたアイロン対決みたいな。サンちゃんに一番合うゲームが多分用意してくださってると思うんで。どっちが早く靴ひも結べるかゲーム。じゃあ果たしてね、このサンちゃんはAD を今やられてるんですよね。やってます。 AD 力がついてるのかどうか、この2年果たして実りある2年になっているのかどうか。幅広いじゃないですか AD やることって。こんな靴用意したんですか。1,2,3,4,5,6,7,8 8人もしかしたらサンちゃんがいるかもしれないですよ。ここに8人3中8号までいるわけですね。そうだって、そのめちゃイケの縄跳び企画で3中8号までいたらもうみんなこんななってこうやって横並びとこうやってなって、こうやってこう、え、猪瀬さんどうなんですか、靴ひも結べ
結べますよね。自分で結びます私は自分で結びます。よーいスタート。早い。なるほどね、結構地味な作業ですねこれなかなか見れないですよねこんな結んでありがとうって言ってくれない演者さん嫌だな。やっぱ当時の僕は本当にダメなやつだったんですよ。ピンクの特撮に出させてくださいというのは僕はね完膚なきまでに叩きのめす、この僕のガチ結びをね今ねやってってますよ。うわやばい、うん、もうラストですね。早い、はい、ラストです。あ、僕 AD 力ついてきたかもしれないですねAD 力、はい、結び終わりました。タイムは1分53秒78です。あ、なるほど、1分53秒いや、この何の指標にもならないでしょ、ね、50m 走とかじゃないんだから、 50m 走6秒5とかじゃないんだから。よーいスタート。最初の1速目が難しいんですよね。ここでコツを掴んでって徐々に速く。あ、やばい、ちょっとこっちと絡まってる。え、あれマニア、いけるよ。よいしょ、2分52秒2分52秒。いやー、惜しかったですね。え、そんなかかってましたしたいというお話だったんですけれども、はい、見事白紙にさせていただきます。マジかー、うわー、俺はいや、勝負は勝負なんだ。なんかチャンスください。なんか、なんでもいいんで、皆さん、なんかチャンスください。いやあの、本当に、なんでもするんで、本当になんでもします。もう一回結びます、もう一回結びましょう。いや、大丈夫です。まあ、出演まではちょっと無理ですけれども、 AD をやってもらって、えで、この少しのこのピンクの特撮にこう協力してください。企画がうまくいくように、この作品がうまくいくように、この怠惰で炎上してしまったサンちゃんが怠惰をせずに、あの汗水垂らしてもらって、でこの特撮プロジェクトを成功に導く一人の乗組員として頑張っていただけるなら、僕は勉強させてもらえるんですか、井上さんの現場で。だからめちゃめちゃイケてる特撮にしたいので、めちゃめちゃイケてるちょっと AD 活動をしてもらって、あのこの企画にちょっとこう協力してもらって。わかりました。わかりました。ちょっと仮面を出演とかでもないですか、ちょっと通行人とかだけでも、その AD やりながらちょっと映っちゃったぐらいは大丈夫ですか。その頑張る前に、なんか、あ、すいません、いや、もうちょい、本当にAD やらせてください、お願いします。いや、これで逆に井上さんからもね、信頼を得て、その時は僕の方にも出てもらえませんか。何ですか。やっぱこう欲豚やな。ちょっと調子乗りすぎましたね。そういうとこじゃないですか。今調子乗りました。あのスタッフで入れる喜びは勝手です。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。